若里公園は長野県長野市若里にある公園。長野県都市公園条例による正式名称は長野県若里公園。隣接する長野県県民文化会館長野駅の南東口から徒歩で約10分間の場所に位置する。長野県の都市公園であり、広さ5.8ヘクタールの園内には広場や 図書館などが置かれ多目的ホールの長野県県民文化会館が隣接する。現在の若里公園及び県民文化会館は1972年に移転した長野県農業主権場の跡地を再開発したもの。開園に先立って1979年に県立長野図書館が移転会館。1983年の県民文化会館の 会館とともに、若里公園が開園した。日本テレビ系列のテレビ、新州本社が隣接しており、当園は、例年、24時間テレビの会場に利用される。当園の周辺は、住宅地で、近隣には、新州大学長野キャンパス、長野赤十字病院、長野市若里多目的スポーツアリーナなどが立地する。園内に立つ、農業試験場。 農業大学校跡の比叡内の樹木とベンチ、若里公園北側で入り口隣接する長野県県民文化会館公式ウェブサイトの案内を参考に記載する。ありがとうございます。